シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手に喋るんじゃないよ、うん、よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、うん、家畜ってのは従順に飼われていればいい。Ah!
がベアラーごときにこの私がなぜだ卵ごときに選ばれし私がなぜお前にはわからんかもな自分を持ってるやつは強いんだ黙れくたばり損ないが日のドミナントはどこだこの砦のどこにいるなんだ？お前は何なんだ？しっかりしろ。くそってれ。なぜ？まさかお前ガルーダの力を吸収したのかどうやってまずいぞベアラーたちが無事だといいがクライブとっととここを出るぞこのままじゃ丸焼きになっちまう今は自分が生き延びることを考えるんだまた機会はあるご指示の通り騒ぎを起こしました
ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。ああ。夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。分かった。奴が火のドミナントだ。あいつが火のドミナント。13年前のあの日、俺は奴を見た。あの姿を忘れるものか。ダメ。シド。問題ない。トルガルもこっちだ。目の前に仇がいるんだろう。こっちのことはいい。行け。シド。
け者め。くそ、こんなところで、こんなところで死ねるか。
んだクライム。俺は今クライムだ。やっとおとなしくなったか。なんて力だ。クライブ、ずっと追ってきた仇が自分自身だったとは。わけがわからねえよ。なぜバルナバスを信じた？ベーナ、お前の望みじゃないだろう、こんなの。国王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。Thank you.
タイの再編を直ちに。ディオン様、不穏分子が北部の難民に紛れたのでしょう。コートでは被害が。父上、進行はどうされた？はい、つがなく。ですがその対応に追われ、こちらへの増援は見込めません。問題ない、進行がご無事ならそれでよい。余がなぎ払えば済むことだ。出るぞ。俺が助手を。ようやくお目覚めか。まったく驚かされた。ガルーダの力を吸収した上にお前が火のドミナントとはな。ほんと見てて飽きねえよ。殺してくれ。俺がやったんだ。俺が殺したんだ。俺がジョシュアを殺したんだ。なのに俺はのうのうと生きて。頼む、俺を殺してくれ。殺せ、早く。死にたければいつでも殺してやる。だがな、ここにいる以上は俺の言うことを聞いてもらう。うちにはふぬけを養う余裕なんてないんだ。せいぜい役に立ってもらうぞ。服を着ろ。裸を見る趣味はない。それを着たら広間に来い。俺に何をしろと言うんだ。